最後の質問をいたします。これはまた後ほど質問するでしょう。総理の資金問題でございます。これは総理自身のスキャンダルとはそういう問題ではなくてですね、根底的に3つの基本的な問題があるんです。第一に、それは個人献金の信頼の損壊、政治資金の公開制度のこの否定、そして税金の問題があるんです。ですから総理はあの6月の記者会見で、私のような人間だから必ず説明しますとこう言われました。なぜ今まで説明しないんですか。私は今一度ですね、総理のためにもいいですか、友愛を掲げ信頼が大事だと言った総理のためにも国会でですね、説明した方がいい。そして委員長にお願いしたいんですが、その場をきちっと設けられたらいいと思うんです。これは何も総理のためです。説明するあなたにそういうふうな思いはありませんか、ありませんか。それから第2点、小沢今幹事長の秘書が逮捕された時、国策捜査という言葉を吐かれました。この国策捜査という認識は、あの小沢幹事長の秘書が逮捕された時の認識は今も持ってますか。そして総理自身の捜査も国策捜査だと思いますか。以上お伺いします。内閣、鳩山内閣総理大臣。まず後半の2つを申し上げておきます。私は小沢幹事長のあの西松問題が出たときに、国策捜査だという批判をいたしました。で、その私はその直後、やはりその言葉自身の重みに対して反省をいたしたところでございます。私はその意味において検察がそれなりの思いで判断をしたことだと、そのように感じておりますし、また私自身のことに関してもそのような国策捜査だという認識はありません。また私自身の政治資金のこの収支報告が偽装であったということに関しては、今お尋ねがありましたように、こういった透明性の問題、また個人献金、せっかく個人献金にを重視する方向に変えるべきだと我々が主張していたことに対して、大変泥を塗ったようなことを起こしてしまったことを、特に国民の皆様方に申し訳ない、心からお詫びを申し上げたいと思います。そして私は6月30日にその時に知りうる限りのことを国民の皆様方に向かって記者会見の場でお話を申し上げました。できる限り丁寧に私なりに知っているすべてを説明してまいったつもりでございます。そしてその後いろいろと動きがある中で、ご案内のとおり選挙になり、また東京地検が動いているという状況の中で、私自身もその立場の中に入る人間として、これは捜査に影響のある話はなかなか私自身の思いを持つこともできない状況になっているなと、そのように感じているところでございます。委員会のことに関しては委員会にすべて委ねをさせていただきたいと思いますが、私の思いは以上であります。委員長、大島君。今総理がそのご自身の説明する場を委員会に委ねたいとこう言っておりますから、委員長におかれては理事の皆様方とご相談していただいてですね、ぜひそういう集中審議でも結構です、あるいは参考人でも結構だと思います。総理のご説明の場を作っていただくようお取り計らいいただきたいと思いますが、どうでしょうか。午後理事会で協議いたします。友愛政治というのはまず他人を尊重することだと思います。そして鳩山一郎先生がおっしゃったように、自分を治め、そのことが国家国を治めることだとこう言っておられます。
どうぞ今日までの1ヶ月とちょっとでございますが、まだまだ私自身聞き及びたいことがございました。いずれにしても私ども自由民主党は立法府の最高機関であるこの国会の場で、私はぜひ税制、福祉、そういうあり方の協議会を作る、そして党派を中で議論しながら国民のためにいい方向性を作る、外交においてももし必要であれば私どもも協力することがあれば大いに協力します。国会という場こそ政治責任を果たす場なんです。立法府ですから、そういう姿勢で政治運営をしていただきたい。後の質問は同僚がまたさらにいたしますので、以上をもって私の質問を終わります。ありがとうございました。